はい、着きました。あーつ、行きます。もちろん、左ハンドルですので、空港到着して15分ですね。めちゃくちゃ早いです。今からレオプレスに向かいます。今気温がですね、29度とか言ってましたね。やっぱりムシムシで暑いですね。グアムに来ましたが、天気はまあまあ上々、こんな感じですね。しかも、風がないですね。今日は非常にランディングも楽な感じでしたね。非常に楽な感じのランディングでありました。眩しい、非常に。グアムに来まして、よっこらしょと、レンタカーの手配ももうしてありましたので、してあるっていうか、こちらの方の、友人に、頼んでおりましたので、めちゃくちゃスムーズです。はい。ただ車種がですね、これ日産のノートですね。日産のノートです。車種は日産のノートですね。暑いからこの帽子したくないんだけどね。まあいいか。髪の毛伸びたね。はい、グアムで床屋に行こうかなっていう、そういう感じですけど。ちょっと音でもかけましょうかね。プッシュ。グアムに来ましたら、やはり104かな。ここはですね、グアムブロードキャスティング、日本語が喋れる方もいらっしゃいますけどね、グアムブロードキャスティングですね。周波数が 105.1 です。はい。今から約15分ぐらいで到着します。15分間これを見てても仕方ないと思うんですけどね。とりあえず後から編集しますので、お楽しみに。お何がお楽しみだよ。また私は、ローカルルート、今この時間すごい渋滞してるので、この時間はですね、ちょうど今、5時前なんですけどね、仕事が終わって皆さん帰宅される方が多いので、非常に今混んでます。すごいですね。下のマリンドライブ行ってもいいんですけど、マリンドライブはね、まあ多分渋滞するので、これですね、飛行場の土を走る道で、アッパータムニンの空港ロードですね、エアポートロード通称言ってますけどね、えらい混んでますね今日。うわすごいな、なんでだよ。下多分マリンドライブが渋滞してるので、みんな抜け道と思って
ここを通ってるんだと思います。ここ今航空カーゴですね。航空貨物のところ広くなりました。非常に、まあ、航空貨物のエアカーゴの、グアムの、ところです。はい、これはあれだ、これ空港ロード来た人、これ逆にすごく渋滞して流れが悪いからね、出れねえよっていう感じで、下の合流点で多分これ飛行機もし、いや絶対こっからね、今ここら辺、今ここでもう1マイル以上来てますけどね、これ行くの1時間かかるんじゃないかな。すごい伸びてますね。まだやっとそこでね、まあどうでもいいかそんな話なということで、ここが最後です。長かったね。そりゃいかんわ、あそこ信号ないからね。まして空港のとこね、信号ないんですよ。だからド渋滞ですよね。しかしこんだけ来るっちゅうことはね、だけ来るっていうことは絶対あれだな、マリンドライブなんかあったかなんかしか踏まえられないな。マリンドライブも工事してんのかね。はい、そういうことで、グアムはですね、本日2012年、5月の今日4日です。現地時間で現在4時33分ですね。本来この便はグアムへ、私がセントリアから飛んできた便はですね、本来ならば4時、半到着なんですけどね、今日は20分ぐらい早く着いたのと、まあ、なんだかんだでね、4時10分前ぐらい着いたんですね。3時50分に着いた、もうめちゃくちゃ早く着きました。40分ぐらい早く着いたですね。で、あ、トレンドベクター飛んでますね。あれ多分山越くん乗ってるのかな、山ちゃんが乗ってる飛行機かもしれない。あ、それ今飛んでますけど、それじゃちょっと見えないかな。あ、山ちゃん乗ってるんじゃないかな。はい、なんかふらついてますからね。山ちゃんじゃないかな。名字は言うな、名字。私が勝手に山越君のこと山ちゃんって言っちゃって、あの人はトレン、あのベクターで飛んでるのかなと思うんですけどね。まあそんなことで今飛行場の滑走路の一番南のエンド、はい、ここを出ます。でこれ一般道に出ます。やっぱりこの道はやっぱりローカルの人じゃないとちょっとね、分かんないというか、まずは分からんわなというか、まあ、観光の人はまずここ通らないかもしれない、はい、これがアガネのルートですね。今からアガネの、今マリンドライブを行かないで空港内を通って、そして、アガネの町に来てっていう感じで、アガネの町、まあ、ハガニャ、アガニャ、誰でもいいですけどね、そこのまた町を通らないで左折して、グアムプレミアムアウトレット今通れたかな、あそこ工事してたな、動画、まあいいや、行ってみます。グアムもですね、なかなか予算が下りないということで、インフラって言いますかね、なかなかこの道路の方の整備とか、さっさっさっとやれませんね。何回か分割して、何度か分割しての公共事業というかやってますので、非常に、時間かかるし、いつまで経っても治ってないっていう、
そういうところでございます。今この車の左側の方面が、太平洋側の方になるんですけどね、まあなんか東の空はなんかいいですね、天候がね。東の空は非常に天候がよろしいですけど、回ってもいいことになってるね。じゃあ回りますここね。これを回って、まあ、アガニャショッピングセンターの横に出ます。アガニャショッピングセンターに横出たら、出て、で、レオペレス方面に、行きますわ。まあ、これ、ね、ここに住んでらっしゃる方、グアムで住んでらっしゃる方、ローカルの方は、こういう道を通っていいですけど、観光で来た方はこの道は通らない方がいいかなっていうような感じでございます。ここね、道路ってか橋がね、橋をやり替えてるんですけどね、で片側が壊れちゃったので工事をやっててですね、やってたんですけど、まだやってますけどね、まあ、一応まあ交互通行するようにしましたね。これちょっと前まで2月ぐらいまでワンウェイだったんだけどね、一方通行っていうかなったんですけど、今交互ができるようになりましたね。ここは今この道路がこれ黒いからアスファルトになってますけど、これ昔の道でここはねコンクリートっていうかね、ここのコンクリートって言っても滑るんだけど、サンゴの、というかここの辺のローカルのサンドですね、サンゴが含んだ、それを崩してセメントで固めてっていうな、そういう道路だったんですけどね、非常に滑ってましたけど、やっぱアスファルトはね、滑らないからね、非常に、雨の日なんかは安全でございまするというところで。ここ少し渋滞してますが、ここから次の交差点を左、この角がアガニャショッピングセンターです。左側の角がアガニャショッピングセンター。グアムは大きく分けてショッピングセンターが3つですね。ハーモンの方にあるグアム、マイクロネシアモールですね、マイクロネシアモールが一番北側にあって、その次がまあそうだね、グアムプレミアムアウトレットタムニーですね。でもう一箇所ここにアガニャショッピングセンターってありますけどね、まあ、ホテル街はデューティーフリー等々ありますけど、はい、まあそこは別として、はい、ここも一応南の方っていうか、まあ中心地ですね、一番中心地にあるショッピングセンターです。ここはね、ピザハットがあって、ここにあそこシャーリーズ、タコベル、カプリチョーザ、あとなんだっけな、シュリンプのなんかってなったね、エビの店みたいなの使ってる、ね、はい、4時こちらの時間で4時39分。そげなことでございまして。私の予測でいくと、4時47分35秒ぐらいに着くとか言ってたんだけどね。ほぼ、時間に狂いはないような感じですね。ちょっとこれ混んでるの別だけどね、混んでなければ、はい、とっとと到着いたしますけど、今日の夜は何を食べようかと考えておりますが、今日の夜は何を食べましょうかね、何がいいかな、
メキシカンでもいいし、ね、カルメンチャチャチャっていうのあるよね、メキシカン料理カルメンチャチャチャ。そんでもって、あとですね、あとあそこにチャモロ料理のアレンジした美味しい店があるんだけど、名前が出てこないね。年寄りはダメだね、すぐ忘れちゃうよね。あそこ、それ、あれ、それ、これとか言って名前が出てこないんだよね。これ、あそこにある、これ、あれ、うん、のそれとって何、全く分かんないよね。そんな感じの店がそこにあります。はい、今日はしもちゃんもう、着いたら一回電話しますけどね、どげな感じ具合なのか。で、私明日仕事ですんで、潜ります。明日はね、潜ってガイドいたしますけどね、4人ぐらい連れて行かなくちゃいけないのかな。私の能力的に行きますと大体3人ぐらい一番楽なんだけどね、5人とかなるとね、なかなかね、まあ、こんなこと言っちゃいけませんけどね、目配り気配りね、しっかりやらないといけないので、はい、できるだけ少人数で、ガイドいけたらなと思ってます。飛ばしてくるからね、この時間ね。ほら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 、出てくるよ。ね、この時間もうお腹減っちゃってるからね、みんなイライラしてるんでね、とっとと帰るで、とっとと家にね帰るだよね。あ、また上飛んでるな。山ちゃんじゃねえのかよ、なんかわざとなんか飛んでるな、あそこへ、ほらわざとなんか、これ山ちゃんレオパレスに目かけてわざと飛んでるな。だからってセスナが飛んでます。はい、まあ、まさか私が到着時間分かってれば。いや、そんなことはないよね、そんなことはわざわざ。トレンドさんのセスナはぐるぐるレオパレスの上を回ろうとしてるのかどうか。やっぱりそうだ、レオパレスの上をわざわざ回るっていうのは、あそこね、今この時間発着便が多いっちゃ多いんだけど、まあ仕方ねえからこっちでレオパレスの辺回っとけっていうか。いや、でも回っ、あ、こっちやな、でも回ってるな、レオパレスの辺を回ってっていう感じだけどね。もういい時間だからね、早く降りてきた方がいいよって感じだけどね。まあ誰が乗ってるか分かりませんが、昨日到着したね、山ちゃん、広島の山ちゃんが乗ってるんじゃないかな。広島の、はい、山ちゃんじゃないかなと、すごく臭い感じがいたしますけど、まあそれはまたこのビデオを見てお楽しみっていうことで、ね、もしそうだったら面白いね。運営さんが来てんじゃねえかっつってレオパレス回ったりして、ちょっと私も関連付けすぎますね。年を食うとどうしてもね、何でもかんでも関連付けようとするっていうところがありまして、何でもかんでもあいつはそうじゃねえかって関連付けるっていうのがね、年寄りの兆候ですね。自覚しております。これ4号線でして、この道がですね、太平洋岸、タロホホとか、それから、まあ皆さん、ジューパイレーズコープって言いますけどね、まあ、あっち側、まあ、横井さんの方とか、まあ、
たいですね、この道で天洋側に出るといいですね。もうちょっと行って曲がっていくと、今度はマンギラオの方にも行けるんだけどね、マンギラオっていうところです。ゴルフ場で皆さんマンギラオって結構知られてると思います。ここ曲がります。ここね、右に曲がります。ここ右に回って、約 500m 走りますとレオパです。レオパの入り口になります。はい、よっこらしょと、ここもね、もうあれなんですよね、学校がありますけどね、日本の学校と違いまして、グアムの学校はですね、だいたい朝ね、非常に早いです。授業が午前7時から授業とか、ザラです。午前7時から授業をして、で、大体もう3時ぐらいにはもう終わるというか、はい、この時間はもう子供はみんな帰ってますね。ジュニアもみんなそう、ハイスクールもそうですけども、みんなそうですね、そんな感じです。今レオパレスの入り口に入りました。こっから長いんですよ。こっからですね、だいたい3キロぐらいありますね。このエントリーのロード道路ですね、非常に長いです。まあ天気いいね。しかし今日ね、天気いいからね、よし、抜かして抜いてちょうだいって言って停車しましたね。ここを来てる方は何度も聞いてらっしゃると思いますけども、ここはレオパレスリゾート、ここは巨人軍の今キャンプとかですね、それから、まああと日本、まあオリンピック、スポーツの方のですね、委員会、いろんなのがありますけども、水泳からね、まあ、水泳関係もほらいろいろ全部そうですけども、よいしょと、オリンピックの強化合宿でここを使ってるので、シンクロ、ね、スイミングとか、それから通常の北島康介さんとかね、あの人たちが来てますね。でここで、合宿、強化合宿やったりしていますね。あとサッカーチームもよう来ますね。今シーズンですから来てませんけどね、やっぱり2月1月はいっぱい来てますね。ガンバ大阪とか、まあ、なんとか浦和のなんとかとか、まあ、僕はあまりサッカー詳しくないんだけど、あとね、2月はあれが来てたね、韓国の野球チームね、三星野球チームとかなんか来てたね。であとここはですね、日本の気象庁の、ひまわりの衛星の受信所、ここでここに、気象庁の方が駐在されてまして、あります。それともう一つは那須田ですね。那須田、なんて言ったらいいかな。宇宙ステーションとの通信およびもろもろここでやってますね。やっぱり通信時間が長いのかな、よくわからないけどね、なんでここにあるのかっていう理由がよくわからないけど、あそこにいますね。今レーダー映ってますね。ここにもレーダー、こっち、あれは気象庁だ、あれがイマルサとかな。ここにもね、白いドームが2つありますけども、なんか、ね、サッカーボールみたいな模様が入ったドームがあります。別にあれはここでサッカーの合宿をやるからするわけじゃありませんけどね、あそこはですね。あと象ってありますね。
でしょう。まあいい、ご苦労さん。今もう、ゲートですね、ゲートを越えまして、今 4時52分です。はい、もう到着ですね。ちょっと5分ぐらい遅れたぐらいですけどね。まあ遅れるっていうか、まあ、私の予定通りであります。はい、ここはですね、レオパレスリゾートレオパレスホテルです。はい、なんか車が止まってんの、なんかサッカーの練習かなんかってんかな。あ、いい天気だね。いい天気だ。人工の池です、ここね、人工の池。はい、じゃあということで、はい、今いろいろ塔が見えますけどね、ここの今日はベルベデーレっていう塔に泊まります。ベルベデーレっていう塔に泊まりますね。はい、ベルベデーレっていう、しつこいですね。ここですね、今日はコンドミニアムじゃありません。はい、ベルベデーレに泊まります。ちょっと行かさせてちょうだい。逆行本当はいけないんだけどね、まあいいじゃない。ちょっといいとこしか書いてないな。まあいいか、まあここ入れちゃおう。はい、到着です。到着しました。どこでちょっと、はい、そういうことで、本日から3日間、あ、4日間ですね、今日入れまして、4、5、6、7日の朝があります。じゃあまたよろしく、さよなら。